はい、おはようございます。今日はね、またコメダに来てます。でいつもはね、モーニング頼むんですけど、今日はなんとなくミニサンドを頼んでみました。コンビニのサンドイッチぐらいのサイズがある。トーストしてもらえるんでね、トーストしてもらえばよかったなと頼んだ後で気がつきました。じゃあいただきます。じゃーん、これ奥さんがお土産で買ってきてくれたんですけど、出かけた際に。グロテスク。あー、コーヒータイム。今日はね、まだね、豆引いてないんですけど、じゃん。コロンビア。コロンビアと、あと、じゃん。ヒマラヤンアラビカ。あとは、じゃん。じゃん、まあ、いつもとね、キリマンジャロとオリジナルブレンドですね。ちょっとね、やっと田島屋さんからね、豆が届いたので、これをね、開けていこうと思うんですけど、まあね、まあ、キャニスター用意したけど、どうしようかな。今日何飲もうかな。まあ、とりあえずオリジナルブレンド飲もうかな。じゃ、今日はね、オリジナルブレンドを開けていきたいと思います。それとね、じゃん、こんな、これね、田島屋さんで売ってる抹茶のテリーヌを、まあ、奥さんがね、買ってほしいって言ってたんで、買ってみました、試しに。なんですけど、まあ、これは開けるのはね、ちょっと明日にしようかなと思ってて、まあ、今日のところはね、紹介のみっていうか、まあ、このまんまね、箱のまんまで、明日になったらここからね、出して食べたいと思います。今日開けようと思ったんですけど、奥さんがね、胸焼けしてるっぽくて、で、ちょっと体調悪いっていう話だったから、ちょっとね、まあ胸焼け中にね、テリーヌ食べるのもね、どうなのっていう話になるんで、まあ、明日開けたいと思います。じゃあね、このキャニスターにオリジナルブレンドを移していきますか。すごい。いい光沢。このね、深入りにするとこういうね、油がね、出るのがね、やっぱ綺麗ですよね。まあ、こういう深入りってね、まあ、最近はあんまり流行ってなくて、前にも話したかもしれないけど、最近はあんまり流行ってなくて、結構浅入りのね、豆とかが多いんですけど、僕はね、こういう深入りが大好きなんですよね。もう油がギトギトになって浮いてくるようなやつ。すごい香り。最高。じゃあこれをね、引いて、コーヒーを入れていきたいと思います。はい。じゃあ、改めてコーヒータイム。いい香り。いやー、いい香りですね、コーヒーは。いつ嗅いでも最高ですよ。じゃあ入れていきたいと思います。じゃあゆっくりとね、蒸らしから。泡立ちがいいですね。やっぱりね、焙煎しは、したて、多分ね、送ってきてくれるのは、ある程度ね、エイジングした後、2日とか、ね、3日ぐらい、焙煎からね、エイジングした後に送ってきてくれると思うんですけど、まあ、それでもね、やっぱり新しいやつはね、泡立ちがいいですね。まあ、といっても、この、なんていうの、深入りのね、豆っていうのは、そのガスがね、出づらいんで、そんなに膨れることはね、ないとは思うんですけど。じゃあ、ゆっくりとね、入れていきます。じゃあ、どうしようかなっていうね、このね、入れ始めぐらいから、まあ、どのくらいのね、速度で落としていくかなみたいな感じで考えながらお湯を入れてるんですけど、今日はね、まあちょっとね、時間が遅いには遅いんで、少しね、早めのすっきりとしたやつで落とそうかなと。
まあ、いつも大体そうですけどね。はい、じゃあコーヒー入れ上がりました。はい、じゃあコーヒー入れ上がりました。でこれをかき回して、いただきたいと思います。